ただいま。かわりか。サワディーカー、お久しぶりです。1ヶ月ぶりの動画です。パスポート、PCR で、あと E チケット。お父さんの体調が悪くなって急遽日本に帰国することになりました。実はタイに来てから初めての帰国なんです。じゃあ達者でな。元気でね。ご飯食べるんだよ。大丈夫だよ、俺はタイにいるだけだから。まあなんかいろいろワクチンとか検査とか大変だと思うけど、うん、気をつけて。ありがとう。うん、お父さんお母さんにもよろしく。うん、ありがとう。じゃあまた無事に着いたら連絡します。うん、無事に着いて。気をつけてね。スースーな。バイバイ。無事に入れました。ここからは一人で撮影していきます。コロナ禍で閉まってるお店も多かったんですが、空いてるお店もあって、私はお土産にお菓子を買いました。2年ぶりの日本なので、家族や親戚、友達にも会ってこようと思ってます。アニーペットマイカお土産買いました。久しぶりに帰るから緊張してるんですけど、なんか自分で撮ることが今まで全くなかったんで、なんかそれにもすごい緊張してます。大丈夫かな。不安すぎて目に映るもの何でも撮ってました。これとか何のために撮ってたのか自分でも分かんないです。ついに登場です。久々の飛行機はお客さんも全然いなくて、なんか不思議な感じがしました。なんか思ったより寒い。でもなんか無事に着いてまずはほっとしてます。着いたらまずコロナの検査と書類のチェックがありました。ブログを見たら3時間ほどかかっている方もいたんですが、私は1時間ほどで終わりました。今日はこのまま空港で1回目のワクチン接種を受けます。あった、ワクチン接種会場はこちら。今ワクチンの予約の時間まで待ってます。7時42分、予約は10時。長い。ワクチンも終わって、ついに空港の外に出ます。
その後は帰国者用のバスに乗って隔離ホテルに移動します。初めて上京した人みたいに眺めてますね。ありました、私の14日間の宿。バスの都合で今回ホテルは蒲田で探しました。初めて来る町なのでちょっとドキドキしてます。狭いは否めないけど十分綺麗。うん、じゃあとりあえず手を洗って消毒します。自主隔離期間は14日間あって、ご飯は買いに出ることができます。飽きたらマックやカップ麺も食べてました。洗濯はホテルのコインランドリーでやっていました。あとは勉強したり本を読んだりゲームもしようと思ったんですが、まさかの日本からできなくてひたすらネットフリックスを見てました。うん、長かった自主隔離期間も終わってついに自由になりました。今から実家のある滋賀県に向かいます。日本の電車に乗るのも久しぶりです。窓から見える景色や電車の中ずり、スーツを着た人を見ていると、なんか日本に帰ってきたなぁとすごい感じました。途中で東京土産も追加で買いました。中なんと視聴者さんから声をかけてもらいました。私なんかに会いました。まさかの旦那に自慢。これから新幹線に乗ります。まず京都に行って、それから在来線に乗り換えます。平日の昼間だったので車内は空いていて快適でした。お昼ご飯はサンドイッチです。私は一体何を眺めているんでしょう。京都、京都です。エスカレーター上の方は、ここで在来線に乗り換えます。2階改札階です。こちら側のドア。ホームに上がったらちょうど電車が来ました。乗り換えがスムーズにいくと得した気分になりますよね。
ついに最寄り駅に到着です。あれ、あ、おじいちゃんいた。下降りてっちゃった。まあ、いっか。あー、着きますよ。あ、ただいま。ただいま。わあ、すごい荷物。あ、重いからいいよ、私持って入るから。あ、違う違う、入りやすいよ。あ、これじゃあ持ってって、はい、よいしょ。すごい、あ、撮ってるの自分で。そうだよ、いける。ごめん、うん、ありがとう。あ、しかしでかいね。だってさ、重かったでしょ。ふ、あのさ、秋服と夏服と両方持ってきたから。あるね、ここって。いやでも。でもね、ちょこちょこね、レイナのもらってるの。そう、お母さんもうもらえもらえって言ってるから。とりあえず手洗うわ。いいわいいわ。お父さんにこのグラミチのサコッシュを買ってきました。私の動画を見て同じものが欲しくなったみたいです。あとはお菓子も買ってきました。お土産持ってきたよ。お父さんは病気の関係で声が出づらいんですが、すごい喜んでくれました、はい、あとこれお菓子。あ、うちにもありがとう。お父さんが片付いたらこれ持って、隣、うん、お父さんにだけ届けてあげてって。今行ってくるよ、うん、行ってきた。はい、はい。おばあちゃん家が隣なので隣に行きます。こんにちは、孫です。うん、帰ってきた。お土産買ってきたよ。おじいちゃんとさっきすれ違った。なんかエレベーターで上がってきて、おじいちゃんは降りてった。顔見た？見たけど、多分おじいちゃんが気づいてない。え、撮った写真が映るってこと？テレビつけて。リモコン、リモコン。メディアプレイヤー。おばあちゃんと昔の写真を一緒に見ます。これおい、元気元気。2009年11、77の時やで。これ見れんかった。あ、何してんの、これ。なんか食べてるんだよ。これは、これもおばあちゃん、おじいちゃんが撮ってくれた。上が上がった時が2009年やな。2009年の5月15日だって。このあれやろ、なこれ杖いい杖持ってるいい杖よって。おじいちゃんのシャツ着てさか一回に。ああ、大きいな、確かに。これやで。あ、いいじゃんいいじゃん。500円、お父さんに返そうと思ってな。銀行で。綺麗なお財布で。うん。綺麗な色やろ。うん。今隠れてます。今もう事故が見えてくるやつ。この人やで。見えんか。え？あ、いた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 。
見えるの、うん、見えるよ。映ってないよ。でもおばあちゃん知ってる、レイナが YouTube やってるって。これ何をやってんやったら、なんか半分わかるから、半分わからん。お父さんたちに見せてもらったことあるやろ、動画ビデオ、うんうん、タイでヒロと一緒にこうやってなんか動画撮って、うん、なんかこういろいろ文字とか入れてあげてんね。おばあちゃんでした。こんにちは。おう、レナさん、おかえり。ただいま。よいしょ。よいしょ。今トシコ平和堂行かったん。うん、晩ご飯買いに行かった。え、ご飯買いに行かはった。タイにないもんをお前が注文したんやろ。違うよ。ようも人、よう一人戻ってきたわ。やろう。ねえ、偉いでしょ。そう言うたよね。うんうんうん、昨日食べたはかいな。おじいちゃん部屋戸の前で出会った。レイナラスケに女の子見たって言ってなんか喜んでたから、レイナよって言ったらやっぱりいいとか言ってよ。そんな久々の実家なので近所をお出かけしました。なんと地元にもタイ料理屋さんがありました。これは信楽焼という滋賀県の有名なタヌキの置物なんですが、ヒロはこれが私に似てると言います。どうでしょう、似てますかね。大好きなパンを食べたり、家族ですき焼きを楽しんだり、スポーツの祈願で有名な神社でたっちゃんのお守りを買ったり、久々の実家ライフを満喫しました。おいしい。